月19日第43回神戸祭りが行われ、兵庫県もお祭りパレードに参加しました。今年は途中から雨の降るあいにくのお天気でしたが、出演者の方々は雨にも負けず元気いっぱいのパフォーマンスで沿道の観衆を楽しませていました。と前に井戸知事が参加する皆さんと一緒に記念撮影をし、気分を盛り上げていました。いよいよ兵庫県のスタートです。先頭のオープンカーには井戸知事と藤原県議会議長が乗り、沿道からの声援に笑顔で応えていました。続くフロート車には神戸県民局長と副局長が、フラワープリンセスや親父ジャズバンドコンテストでグランプリに輝いた皆さんと一緒にパレードを盛り上げていました。今年の11月に開催される阪神南ふれあいフェスティバルを PR するために、尼崎市少年音楽隊が降り続く雨にも負けず一生懸命に演奏して観客を楽しませていました。列の最後を飾るのは2013年11月17日に復興に向け立ち上がる人々にエールを送るために開催される神戸マラソンの PR 隊です。しかし皆さんが一生懸命協力していただいたし、沿道で、ね、雨の中でも声援していただきました。はい、ありがとう。楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。年に一度のビッグイベント、神戸祭りでは、参加したすべての人たちが笑顔でお祭りを楽しんでいました。